これ改めてビートたけしさんがどれだけすごかったかって話よね。そうそうそう、今のやっぱ YouTube 見てる若い子も知らないかもしれないから、可愛い系がある人がやっぱり毒舌吐くとこうやって笑いになるんだなっていうのも、まあ、王さんなんかの可愛い系の塊だもんね。どうも、大の字です。うーたー大の字中学校、うーん、たーい、ミッツさんです。ヨニャンです。大の字でございます。よろしくお願いします。本日もゲストこの方でございます。武井くんです。よろしくお願いします。武井志望です。よろしくお願いします。武井くんは吉本の芸人さんなんだけど、はい、実はビートたけしシルドレンっていうか、もう信者です。そうなんですよ、ね、っていうのは僕が生まれた町がたけしさんが生まれ育った町の近くで、割とその子供の頃からビートたけし応援ムードみたいのは、あー、なるほどなるほど、僕の同級生のお父さんとかがたけしさんと同じ学校行ってたとかいうのがゴロゴロいる、はいはいはい、地域だったんですよ。あー、そうなんや、はい、俺らが町のヒーローみたいな感じだな。そうなんですよ。で、うん、フライデーの時に先生がまず教室に入ってきて、いや気持ちはわかるけどみんなあんま騒ぐなよみたいな。なんでだよ。別に学生関係ないでしょ。軍団の皆さんに言うことでしょ。で、確かにちょっとみんなざわざわしてたんですよ。かといって小学生がこうやって俺たちも行くぞみたいななってないでしょ。なんかもうデマとかも学校の中ですごい流れて、たけしさんが脱獄したとか、さんまさんも一緒に襲撃したけど足が速かったから逃げ切った。当時はネットの人はないから変な噂がどん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 学校の中で流れてたんですよ。はあ、俺たちはもともとその中3の時友達なんだけど、そうそうそう、やっぱラジオ聞いてて、うん、2人とも共通して聞いてたのが関根さんと小堺さん、はい、小堺のラジオで、はい、オールナイトニッポンは何かっていうと、まあ大分だと本当に当時は雑音混じりで、すごかった、入らないんですよちゃんと、はい、でも一生懸命合わせて聞いてたの、はい、でアンテナ動かしながらね。俺はやっぱりそのビートたけしのオールナイトニッポンはものすごい好きで、で、大津さんはトンネルズ、俺はオールナイトニッポン、トンネルズ派とビートたけし派だけで、そこはちょっと相入れないものがあって、全く分かんなかった。これ言っていいか分かんないですけど、うん、あのたけしさんのなんかライブの前説を大の字さんがやらせてもらったの俺たち、大津さんが全然たけしさんに影響を受けてないから、ちょっと写真撮ってもらっていいですかって。すげえ、ね、すげえ。俺ガタルガタカさんが気遣ってくれて、大谷お前好きだったんだろ昔から、たけしさんの前で飯食えよって。いやいや、恐れはしてて、いや、いいから行けって言って、優しいよね、バーで焼肉屋でね、すごいシチュエーション。僕の前がたけしさん、こっちが伊藤聖子さん、はいはい、こっちが大地さん、はいはい、で、そっちのちょっと端の方で余裕持って軍団の方が見てる、はいはいはい、で、さらにたけしさんが好きで見学来てる若手芸人さんとか、はいはいはい、で、もう照れながらさ、たけしさんも照れやだから、はいはい、こっち見ないで、はいはい、シャイでね。でもずっとさ、なんか昔から聞いたことある面白いトークを、はいはいはい、その場で再現してくれんだよね、はいはい、うわ面白い。生たけしの漫談を今聞いてってことが、はいはい、本当オールナイトニッポンみたいなと思って俺感動しちゃって、はいはいはい、そしたらパシャパシャパシャって音がするあれと思ってバッて見上げたら大津さんがこうやって撮って、いやダメですよダメですよそれは。そしたら隣の伊藤聖子さんがせめて両手で撮れそれもおかしい、その注意もおかしいよ。片手攻めたらいいんだろ。でも逆にそれで気に入られたんですもんね。そうそう、あんちゃん面白いな、面白いなって。なんだよあれ、悔しいよね。いやいや、だって大谷さんの方がめちゃめちゃ好きなわけじゃないですか。だからでもそれがね、大の字組んでずっとなんだよね。お笑いの神様が好きなのおうちで、でもお笑い好きなの明らかに俺なの。大谷さん片思いしてるんですよ。そう、これこの間なんかね、テレビでもね、オードリーの若林さんが言ってたらしい、はいはい、自分の方がお笑い好きなのに相方の方を選ぶと、パンサーの向井も尾形を選ぶと、自分の方がお笑い好きなのにでも大変だったよ、あの日。だって俺ずっと写真撮ってたら、軍団さんに後で呼び出されたちょっとおじさん2軒目付き合っていただいていいですか。何がいけないですか。トドの何がいけないですか。いやすいません、いや別に興味ないわけじゃないですけど、なんか分かんないですよねでも大谷さんは俺だって日本とか聞いてたでしょ、昔からトドのこと大ファンでしょ、はい、そうなんですよ。その隣にいるあなたがなんで影響されないんだよじゃあもうぶっちゃけて言いますから、もう何が面白いか分かんないですよひどいよこう改めてビートたけしさんってのはどれだけすごかったかって話をね、うん、そうそうそう、今のやっぱ YouTube 見てる若い子とか知らないかもしれないから、うん、1980年に漫才ブームっていうのがあるんですね。でこれ漫才が一気にポップな、はい、英語で漫才っていう、はいはいはい、ものになってね、はいはい、漢字の漫才じゃないフジテレビが仕掛けた、ね、そう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 、はい、大阪からほとんどっていうか、まあ、ほぼ全組と言ってもいいのかな、吉本の芸人、うんはい、吉本の漫才師だから、当時は吉本所属がやっぱりザ・ボンチで、島田氏、新助龍介、やっぱそこの若い人たちが若いか一気にメジャー化して、で東京の漫才、うん、
詞っていうのがそんな出てなかったんでね、ほぼ2ビートだけだったんですよ、うん、最初セントルイスもいたんですけど、いた2ビート VS 大阪の漫才師って言われるぐらいの構造だったんだね。そっかそっか。でずっとやっぱ負けるんですよ2ビートは。80年の12月何日かに、うん、銀座の博品館で漫才ブーム絶頂なんてやるってなって、うん、それ生放送でやるってなってたんですよ、うんうん、ね、もうみんなネタが疲弊しきってるんでアリネタをやってたんですよね、うん、はいはいはい、お客さんは笑うけどまあまあ見たことあるな。で2ビートも出てきて最初アリネタやるんですけど、途中から誰も見たことない新ネタをやりだすんですよ、うん、そしたらお客さんがこうやって全員立ち上がってたんですよ、でもドカ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 って受けて、まあ、6分何十秒かぐらいやって、でもありがとうございましたって言って帰って、その、何日か後にオールナイトニッポンが始まるんですよ。ああそうだそうだ、10年のこれだよね、あのダディ竹千代さんのピンチヒッターで、はい、そうか、あそこでその新ネタを用意してたんだね、はい、ネタ覚えられないから AD がカンペめくってたんですよ。へえ、そのエピソード知らなかった。知らない。やだから俺たちと一緒にいる時も、うん、あじゃあとにかく新しいネタなっつって、ネタ作り続けんだよってすごい言ってくれてて、だから今1年に1回絶対単独ライブやるんだけど、当時だからみんなそっちに逃げたことが、そう逃げたわけじゃないんだろうけどね、アリネタっていうのもね、それでもうね、だから新ネタが作れなかったんですよね、多分作ろうにもだよね、でもあの時は。でたけしさんはあの高田文夫先生と本番ギリギリまでネタ作ってて、で清志師匠がネタそろそろできたって言って、まだできてないよあっち行けって言って、だから清志さんも本番でほぼ初めて聞いてるからめちゃめちゃ新鮮なリアクションでよっしゃなさいあそうか、おおとか合わせてないんだ、ほとんど合わせてないから、ツッコミの言葉がなくなって最後のバカって言ってるんですよあの落ちたもコンビ組み立ての頃ツッコミのとこやったことないから一番最初のツッコミワーッってボケと驚きうわすごいな、それか。そしてあのオールナイト日本有名なね、伝説のが始まって大晦日の時にね、はい、持ちで押し出す2年グソっていう、僕初めての大の字のレギュラー番組、それは名古屋のラジオなんで、うん、一番最初にこの番組はリスナーのあなたたちの番組じゃありません、うん、この番組は俺の番組ですって言って、うん、大谷伸彦のなんとかなんとかって言って、俺はーいって俺はーいっていうのがそれでもたけしさんが本当に言ったやつ、セリフをサンプリングしてた、ね、そのままそのままパクってあの言いました、もうこれは俺にとってのオールナイトニッポンだからって、たけしさんのその伝説のそのフレーズがね、やっぱかっこよすぎたなと思って、うん、いいですね。だから自分が聞いてる時もリスナーに寄り添ってる番組ではないんですよ、どちらかというと突き放してて冷たい人なのかなと思うんだけど、はいはいはい、やっぱね根底がそういう人じゃないから、その残酷さとものすごい人間的なあったかさが混在してる。でも人間ってそうじゃん、本来何でもかんでもあったかいやつってもう嘘にしか思えない当時80年代ってそういうやつが超多かったのよ、はい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 、偽善っぽいやつが、はいはい、あと頑張ればその夢が叶うとか、叶うとか、うん、って言ったらそのビートたけしが叶わねえって言うわけ、なんちゅうこと言うんだと思って、うん、もう夢なんて叶わねえからよとか夢なんて見るんじゃねえぞみたいなこと言うわけ、そう言ってましたよね。でもそれが当時何もないわけ、俺、うん、それコネがないわけ、家貧乏で、はい、母親でが一生懸命そのスナックで働きに行って、まあ、我々母子家庭だしね、将来自分がどうなるかっていうないわけ、希望が、うん、確証もないしね、そう自分にあるのはもうその才覚しかないわけ、うん、ってなってる時にあのラジオ聞いた時に、はい、あこれ逆に夢なんて叶わないからっていうことは自分で選べよっていうことを言ってるように聞こえちゃったの俺、うん、たまにスイッチが入って急に真面目なとんときあるの、ありますあります、はい、で、はいはいはい、それがねもう妙に忘れられないのよ。それがもうバラエティーのたけしさんじゃないの、たけしメモの時のたけしさんじゃないの、全然違う、こんなうんこは嫌だみたいな、うんこ自体が嫌なんですよ、うんこは全部嫌ですから、それはどっちかというとオチが最後絶対うんこみたいなバカですねあとたけしメモでよくあるのは天井が低いってのがあるんですやたら出てくるじゃん、天井が低い天井が低いやだねこれはいやもちろんそのバラエティ番組でのビートたけしさんっていうのはもうアイコンだし、はい、可愛いし、それはそれで楽しいの、うん、楽しいんだけど、ラジオの中のビートたけしはもう別の魅力っていうか高質で、それはもう高質で、だってラジオでしか見れない顔なんか声なわけでしょ、でだんだんそのたけし本みたいなものとかを読んでるうちに、はいはいはい、あビートたけしっていう人は死に場所として芸人を選んだのかみたいなことをちょっとこう脳にインプットするわけ、うん、要はあの人も死に場所、そうそうそう、大学行ったけど途中で辞めて、そうでいろんなものに参加したけど馴染めずに浅草でじゃあ最後の墓場だっていう、芸人やりながら死んでいくっていうロマンをじゃあ貫いて生きていくかって言って、芸人だったら売れなくても最後あいつ芸人だったって誰か語ってくれる、
からっていうことで浅草に行くわけで、そのエピソードを見た時に自分今度大学入るわけ、しかも俺明治大学で、たけしさんを追っていくわけ、たけしさんが水道橋博士さんとか、はいはい、やっぱその時好きだった芸人さんが明治だったり、うん、で調べてみるとコント赤信号のリーダーとか、うん、俺コーラ好きだから、うん、俺リーダーと映画今見てる人わかんないでしょコント赤信号のリーダーがコーラ早飲みだいや今僕一瞬分かんなかったです俺コーラ好きだから、ね、あの5秒だから6秒で飲み上げるっていうね、しかもあの瓶のコーラね、そう昔のなかなか見ないよ今あれあと三宅裕司さんとか多いんですよ明治大学、はいはいはい、そういう人が、はいはい、明治入ってでお笑いライブを見に行った時にあお笑いってすげえな芸人さんってすげえなって、うん、最初は何のライブ見に行ったんですか。これね生で見た最初のお笑いライブは吹越充さんだ。ああ吹越ソロアクトっていうの原宿で見て、うん、で1時間半ぐらいだったからその1時間半人を笑わせるっていうことに感動したの、うん、めっちゃ面白かったっていうのもあるけどそれ以上に1時間ただ人を笑わせるってすげえなって思った時に、うん、待てよってその時にもうすでにビートたけしさんは北野たけしさんは映画監督だったの、うん、俺映画監督になりたかった、うん、文芸作家とかなりたい自分もいたわけ、はい、本も大好きで、はいはいはい、待てよってこれ全部できる職業っていうのが芸人じゃねえかって思っちゃう。お笑い芸人さんやれば芝居もできる映画も作れる、はい、で物も描ける芸人って生き方っていうものをしっくりくるなって思った瞬間に原宿から三鷹だったんだけど俺走って帰ったの走りすぎでしょそれは止まらないリビドーだねリビドーが止まったもう溢れ出とるねうっしゃーみたいな見つけたぞみたいなうわすげえ。わすごいそれはかっこいいっていうかいい話ですね、うん、でやっぱ94年に芸人なんだけど93年かな、はい、育ちねって、はいはい、ビートたけしさんの映画初期のもう名作中の名作ですよ、まあ、これをやっぱ初日に見に行って、はいはい、丸の内で舞台挨拶、うん、朝から並んでたけしさんが出るっていうことでしょ舞台挨拶さん、僕当時銀座の東京ホテルってところでバイトしてたんですよ、はいはい、でもその時はもう密かに芸人になりたくて、はい、それまであんまりそういうバイト先で喋ったことなかったのに、はい、ちょっとずつ電車でこんなことあったっていうのを、うん、あないんですよないけどあったエピソードを勝手に作ってエピソードトークはねこんなんだったらどうかなってボソッと急にバイト先で喋ったりしたら、うん面白いそんなあった面白いみたいな感じでちょっと喜んで、はいはいはい、芸人なのよお前こんなに面白い喋りできんだからみたいなこと言われて、うん、え俺初めてそんなこと言われたから、うん、俺学生時代も一回も面白い人とか言われたことないの、うんうんうん、そういうこと初めてその時言われたの、うん、でなった時にその足でそのまま丸の内の映画館行って銀座から、はいはいはい、で行列がちょっとできてるたけしさんのファンが、はいそうだよね、でそこに並んでほんでその足での舞台挨拶、うん、その時が生たけし初めて今自分はもう近くに来てる、うん、俺きっと芸人になるもうなるって決めてる、うんうん、そして一番憧れた人が今目の前に出てくる、うん、言いたいんだけど、うん、殿って言ったらいやこれは軍団さんが呼ぶ言葉だしたけしこれ失礼だたけしさんちょっと長えしよそよそしいななんだこれなんて言えばいいんだしかもビートたけしさんよりはやっぱり北野たけしさん、はいはい、そうか監督っていうのもなんか、うん、お前なんだ映画しか評価してねえのかと思われたら、うん、なんか嫌だなと思ってなんて言おうって思った時に俺わーって言ったのでやっぱあの育ちでの時の武井さんってなんか色っぽくてね、うん、でとにかく映画がすっげえ面白かったのだけど、はい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 、正直言えば生武井よりそっちの方が好きだな、はいはいはい、なんてすごい映画なんだへえ。だから2週間後ぐらいに打ち切られてびっくりしたもん。そう全然当時お客さん入んなかったんですよね。そう予算回収できてないのあれ。あとあとヨーロッパとかで代表化されて、もうみんな見るようになりました。世界の北野武士になった、はい、きっかけの作品だった。全然日本で低評価だったけど。その時弟子入りしようとかはなかったんですか。なんかそのハガキ職人の人とかもそうだけど、ああいうのは本当に選ばれた人だけだと思った、うん、当時だから自分が聞いてた時に僕は分かんなかったけど、ナンシー関さんとかハガキ職人だったり、あと工藤官九郎さんとか、はいはい、送ってたんだって。最初に会ったのはいつだろう。最初は僕の記憶はないんですけど、うん、お母さんに抱っこされてバス乗ってる時に横に座ってたらしいです。バスに乗ってたの。はい、あの亀有に住んでて、僕も亀有に住んでたんですよ、うんうん、子供の頃、うん、亀有から浅草までバスが出てるんですよね、うん、だから多分演芸場に行くバスで、亀有でもちょっと有名なんですよ、うん、たまにテレビに出てる漫才の人がいるっていう、うん、2ビート出かけの時だ、うん、それでまあ結果的には腕試しぐらいの気持ちで入って吉本で、うん、あでも逆に吉本の中にそういう人が少ないから、うんうんうん、トンネルさんが好き、たけしさんが好き、正直言えば吉本と真逆の真逆で価値観を持ってるから、ね、逆に言えば吉本っぽくない芸人としてやっていけんじゃないかと思って、うん、そのまま吉本を行く、うん、今もずっとそういう感じ、気持ちはあの
東京芸人たちに憧れてた。関東高田組みたいな。関東高田組、もうビデオ擦り切れるぐらい。関東高田組って要は浅草キッドさんとかそういう人たち。そうそう、立川先生が集めた、そう、立川ボーイズさんとか、夜中にたまにはキングローという番組もやってましたもんね。そう、それもすげえ見てた。江頭さんとか出てて、だからぶっちゃけ現場で会うとすっげえ本当緊張してるけど、はいはい、元来の自意識過剰があってなんかこうかましたいっていうか、高田文夫先生にもわざとなんか竹城みたいなこと喋って、なんだこいつみたいな感じの空気しちゃって仕掛けちゃったんですね。仕掛けたくなるんですよ、もう本当痛いっすよ俺、本当そこは大人の男の色っぽさみたいなのを武さんの中にあった。でも自分がやっぱ武さんのそのお笑いの中で一つあるのは、さっき言ったある種みんなが口に出しちゃいけないと思ってる、はいはいはい、まあ、当時有名なギャグだと赤信号みんなで渡れば怖くないとか、とにかく80年代って薄っぺらい犠牲が超いっぱいあったの、でそういうものをあの人が全部言ってくれたっていうか、24時間テレビとかも、愛は地球を救うのにあんなのタレント救ってるだけだろうとか、そういう茶化しで、だから最初に映画撮った時にその男凶暴につきで、これも大好きな映画なんだけど、やっぱあれってもともと武さんが言ってたことなの。そうですね、警察がなんであんな疲れねえんだよとか走って、普通疲れたら確かに、ね、映画でずっと犯人追いかけてて最後捕まれるけど、あんなずっと走れるわけねえだろって言ってたってことを漫才で言ってたんですよ、そしたら疲れて犯人が逃げちゃうんですよ。武さんこんななってるもんね。いや、そういうなんか潜在的に思ってたことを批評的にこうやってくれたことがやっぱ最初はすごい痛快で、それといわゆる一つのその芸人が持ってる非常に土着的な文化を内包してるっていうか、これダウンタウンさんもそうなんですよ、やってるネタはすっごい革新的で新しいんだけど、やっぱ尼崎の下町の下町ダウンタウンボーイなんですよ、やっぱそれが妙に懐かしいっていうか、たけしさんもやってる笑いはすごい最先端の、こんな価値観あるんだってことをわーっと俺たちに教えてくれる、それなのに持ってる気質は下町の、なんかそれがやっぱりその 色っぽかったです、とにかく。ビートたけしさんもそうだし、僕はダウンタウンさんもそうなんだけど、やっぱ一番かぶれて見てた時ってやっぱお二組とも若い時で、強いものに対して茶化したり逆らったり、こうやって僕らが芸人さんが集まってきてなんかこうダウンタウンさんとかたけしさんで持ち上げたりするのって、本当は本来芸人としてはすごいね、やっぱ良くないと思う。なるほどなるほど。でこういう会話自体本当若い人は実はそんな好きじゃないの気がする、でもやっぱ今の若い子は逆にその当時どれだけビートたけしっていうのがすごいかったかとか、やっぱそういうのやっぱ知ってほしいし、これはでもちょっと面白いな、たけしさんの話。たけしさんの結構象徴的なエピソードで、当時はもうアナウンサーとかはもうおじいちゃんおばあちゃんが出てきたら、じゃあ長生きしてくださいねって言って、終わってたのに、たけしさんが来たら、早く死ねよ、お前らのせいで戦争負けてこっちは惨めな思いしてんだよとか言ってるんですよ。そう、ババアは死ねとか言ってた。でもなんか、なんて言えばやろ、これすっごい不思議なんやけど、許されるというか、可愛いんですよ。そう、可愛げなんですよ、末っ子特有のものなのかもしれないですけど。オールナイトニッポンで思い出したんですけど、内田裕也さんが来るのに3回サボったんですよ、3回連続。3回目で内田裕也がめちゃくちゃブチ切れるんですけど、で、4回目ぐらいで来ても、まあ、なんか、でも許してもらってるんですよね。オールナイトニッポン来なかったってこと？来ない、しょっちゅう来なかったんですよ。代わりにね、やっぱ軍団の人が。軍団の人がやったりとか。現場に行かなかったっていうのはあったけど、オールナイトニッポンもそうだった。オールナイトニッポンはめちゃめちゃサボってました。来ないのが普通なんだよ。だから、なんか、その、可愛い系がある人がやっぱり毒舌吐くとこうやって笑いになるんだなっていうのも、学びだろう。だから、最初は真似するのよ。はいはい。武さんが言ってるな。でも自分が同じこと言うと、やっぱり相手が傷ついて、ただただ嫌われてたから、はいはい。あ、自分じゃダメなんだ、俺は少なくとも言っちゃいけないタイプなんだな、みたいなことを、その時やっぱ思ったね。当時はやっぱりね、末っ子とか、いじられる的な要素を、なんか知らん存在で持ってる人が、すごくエッチの尖ったボケができてたような感じはする。さっきちょっとちらっと出たけど、要は、セントルイスとかまさにそうで。あ、ちょっと可愛げはなかったんですか？なかったんですよ。だから出なかったんですよ、もうその後。可愛くなかったんですよ。で、お笑いを理論で語っちゃって、はいはいはい、今だったらその他大勢の芸人になれるんですよ。でもあの時代はやっぱ多分ね、大衆が受け入れなかった。ちょっとインテリっぽい感じでしたもんね。そう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 。なんか誰かがさんまさんに売れるために必要なものは何ですかって、やっぱ面白さですか、そういう発想力ですかって、いやそんなの可愛げやろ、可愛げがあれば売れるっつって。なるほどなるほど。さんまさんはそういう風に言ってたらしいよ、やっぱ。確かにな、やっぱ王さんなんかもう可愛げの塊だもんね。めっちゃ可愛かったですよ。ここにカメラ置いてほしかったっすよ。あのさっきたけしさんがオールナイトニッポンでいっぱいこう休んだって言いますけど、
王さんも酒で仕事何回も飛ばしてたそうだな、そのために許してくれてるからな、それが許されてるってことだ。そのあとやっぱり本当にこんなに見事に大人って土下座できるんだってぐらいすごい速度でその本社に行って土下座するのでやっぱね、若手はね、あれを見なきゃダメよミスした後に、いいよいいよこんな別にあの社員とかに頭下げなくてもいいよって言うけど、おっさんもNSC で一回土下座の授業やるべきやるべきだね、なんか下手した時のね。確かにたけしさんの可愛げっていうのはそう、でも暴力性が両方対応してるのが、はいはい、あの人ってそのいわゆる矛盾した2つのものをちゃんと持ってるっていうか、これってすごい変な話なんだけどね、オーラが見えるみたいな人がいて名古屋に、はい、俺そういうの全然信じない人なんだけど、はい、その時試しにね、プロ野球選手とかそういうの全部なしで、アスリートも全部含めて芸能人全部だったら誰ですかって、ダントツたけしさんって言うわけ。いやもうそれ当たり前や、たけしさんって言ったなと思って、はい、そう普通やってたら、何がすごいですかたけしさんって言った時に、それが俺すっごい腑に落ちたんやけど、あの人ってビートたけしさんってそういうスピリチュアルなものとかこれよりないものとかを全く信じないって理論的な自分と、はい、催眠術すぐ引っかかる自分と両方持ってるんだって。でこの催眠術すぐ引っかかる自分を持ってると、自分はできるっていう時にそっちもできる、はいはいはい、暗示の方にそっちペットもできるから自分に催眠かけれるんですね。だから大谷さんってタレントは両方なきゃダメですと。で今大谷さん私と喋っててもう見透かされてるんだよ、疑ってますよね、こっちしかないからまだ売れないんですと、こっちも持っといた方がいいですよって言われて、はあ、なるほどみたいな。でもこれってこの話がさ、別に正しい間違いなんだけど、うんはい、すごくたけしさんっぽいなと思うよね。たけしさんっぽいですね、両方あるっていうのがすごいんだな。自己暗示を自分でかけれるっていうのがすごい、ね、よく振り子の理論って言いますもんね、たけしさんは。ああ、すごいお笑い取れるやつはすごい映画取れるとか、はいはいはい、すげえ悪いことするやつはすげえいいこともできる。だから礼儀超正しいやつが何とかとか、そういうふざけることもできるとか、はいはい、すごいバカなこと言える人ってすごい賢いことも考えれる、はいはい、そうそう、昔からそれたけしさん言ってて、はあ、同じことを池袋の SM 所のジョン様が大谷さん分かるって、そのS と M で人は分かれない、場面転換がすごい、すごい S はすごい M だちょっと S はちょっとの M だ量の問題だから、振り子の理論、振り子だ、振り子の話してくれたの人生の2人目だたけしさんと池袋の SM 上繋がったんや、繋がったじゃねえよバカだよ最近はでも大津さんの影響じゃないけど、 YouTube で見て石橋貴明さんにすっごく高さがかっこいいなと思って、今になって大津さん聞くもんね、ちょっと高さんってどんな人か、結局今の高さんすごい色気ある、はいはいはい、あるあるある。誰かに本出してほしいんですよ、あの1975年のアントニオ猪木って本あったじゃないですか、はいはい、1980、そこは僕分かんないですけど、6年の石橋貴明みたいな本が、多分石橋貴明が一番すごい1年って絶対あったはずなんですよ、芸能界で全てを席巻する、そうだね、言うこと全部受けるみたいな、うん、なるほどなるほど、時代の超人そんなあった、ありましたよ、自分で書けばいいじゃん僕でもそこまでその時まだ、いや調べて勉強すればいいんじゃない、いいんじゃない、筧君が書いた方がいいよ、秋元さんとか、はいはいはい、1980年のビートたけしは絶対今語ってくれる人いないじゃん、あの瞬間のビートたけし、うん、今の話とか、うん、すごい鳥肌立った。いやこの回ちょっと俺自分でも保存したいぐらいこれ面白いよ、池袋の SM 所の話、違う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 、振り子の理論とかもそうだけどお笑いをやる話こういうボケでいいですかたけしさんいいんじゃないですかあんちゃんしょうがねえだろ、ね、俺も後輩と飲み行って酒2杯飲んだらあんちゃんって言うんですからね、あんちゃんやめちゃダメだよいやいや一言もやめるなんて勝手に肘ついてあんちゃんやめちゃダメだよっつってね、やめないですよ別に恥ずかしいよね、ゴッドタンの時もドッキリで一回かけてアンケート書いた時に、アンケートの時だけ俺オチのことを相棒って書く2ビートいつもチャンネル登録しちょくれー。